皆さんはインドで一番走っている車は何かご存知ですか？1982年、インド政府は国民車構想を掲げ、政府と一体で自動車を作るメーカーを公募した。従業員に、スズキでも一番になれる国があるんだと思ってもらいたい。という社長の鈴木治の熱意で名乗りを上げる。鈴木はインド政府を前にこう熱弁した。私たちの会社の周りは田んぼだらけで、金はありません。でも本当に自動車の技術が欲しいなら、きちんと指導します。もし金が欲しいなら、他の立派な会社に行かれてください。鈴木の熱意に感動したインド政府は鈴木との契約締結を決断。現在でもインドの自動車の4割は鈴木が占め、街中を走り続けているのである。